牛はね、昔から弱かったね、できん。もともとできない。この何番目だかがはこう、生徒のこう潰れてるって言われい。てた。圧迫骨5折番み目たいになってるか。かまあ、狭窄、じゃあ、変形ですよね、これ。こう、サルバーだけど、もう、ボーッと出てるんですよ。よいしょ。後ろがね、ねこれがね。え、はい。中学生の頃、ちょっとこう無理して、重量上げみたいなことやって、それからなっちゃったね。じゃあかなり昔から。ええ。で、立ったり座ったりが一番。そうだよ。ちょっと低い椅子に座って立つ動作はどうですか？手を使って、いつもどうやって立ってます？使ってます。立って。ただ力は入らんけんね。その方が力は入るっていう。こうやると手を使った方が楽ですね。これ今痛みてます？いや、もうさっきより、来た時よりはいいです。その動作がダメってことですもんね、いつほら、長くなってるとね、も。動き出しちゃうと、それを取るのがいいんだけど。下がやっぱもうちょい動かないとダメなのかここは、クロステールみたいなのが、ここなのでいいだっちゃうね。だから、下りていこうとすると、そうするちゅうもないね。そうですね、両方細いんですけど、仕上がります。上げて、なるほど。で、そおの椅子不安に、だね。椅子にちょっとこう仕掛けていただいて。バランスが不安になるから、どうしても早くついちゃうのかもしれないね。そうですね。ちょっと座っていただいて、ね。で、ちょっと立ってみてます。こうスピードが出てる感じがありますよね、さっきね。ほんまに痛くはないですね。筋力的なものはご自分でやって。その力のなさは感じるけど、痛さはないですよ。よかった。ここを強くするにはどうするんですかね。今教えます。